はい、どうも、ほのかです。今日はこの前スキンケア動画を撮ったんですけど、今回あそこのねチャット欄でメイク動画も撮ったらっていうね、そのリクエストと受け取ってやってみようかなと思って、今日はリクエストにお答えしてメイク動画を、撮っていきたいと思います。普段のねメイクどうしているのかっていうね、特に興味はないと思いますけど見てってください。まずねスキンケアのほらこれミノンね、これまでしました、乳液までした状態です。これ朝ですね、朝まずね日焼け止めをね塗ってます。 DHC3 カットパーフェクトミルクのね日焼け止め、これをね塗ってますね。ビューッと出して手でねこうやってほっぺと鼻とデコと顎に置いてビューッと塗ってます。ほんとなんかバカ殿様みたいな真っ白系に なるぐらいこうやって塗って、で手の甲とかも余ったやつをこうこの辺を塗ってね、でちょっと置きますね、ちょっと置きます。いつも置いてる間に朝シャンプーするんですけど置いてる間に髪乾かしたりしてます。ちょっと待って、髪乾かしたりして、はい、そしたらだいぶこう白浮きというかこう日焼け止めの白っぽいのがなくなったら、夏ですのでちょっとキープミスト、コーセーのメイクキープミスト EX 仕上げ用ローションというやつを、これもうめちゃめちゃ香りが良くてお気に入りなんですよ。でよく振ってまあ適当にやってこうやって顔かいそしてスポンジこれ水をね含ませてギューって絞っているやつで、それをでちょっとこう押さえる、ポンポン押さえる、今吹きつけたのをまんべんなくこう落ち着かせる感じで、最近あそうそうこれ時々忘れがちなんですけど、なんか毛穴のね、あーこれなんだ、めっちゃ英語で書いてシーンのシーンっていうのかな、シーングラムバースデースキンプリーマープライマーかプライマーバースデースキン、英語で書いてあるからちょっとねわあどうしよう読めないと思ったんですけど、これも最近使う、あんまり減らないんですよ、これ全然減らなくて、これをあらちょっとこういったスパチュラがついてる、あれどこいったスパチュラ、あったこれね、スパチュラついてるのでこれでちょっとすくってね、なんか小鼻とか毛穴の目立つとこにいつも塗り広げてます。ちょっと出しすぎたってちょっとこれブライトアップされるというか、なんか肌が均一になる気がする、毛穴がつるんと
はい。でなんかまたこうやってこのスポンジでなじませて、でまた今日最近気に入ってるのがこれ、ちょっとお高いんですけど、プラダのリベールスキンファンデーション、正しくはリベールやね、 NC10 がこれをワンプッシュ、もったいないのでワンプッシュ取って、もう目のね下ぐらいにトン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 って置いて、こう余ったのは適当にこの辺にこうやって寝すくりつけて寝すくりつけてんで、あ、そう、それでまたねこれが登場します、キープミストで崩れにくいんですよ。今置いたところにシュッてしてちょっと手で仰いで、でこのスポンジでトントンする、軽く、あ、いい香り、これいい香りなんですよ、なんか フローラル的な、うん、癒されるさっきのメイクミストもめっちゃいい香りで私は好きです。上がりますよね、いい香りがいいと、あ、あ、いい香りなんかすみません、はい、あ、鼻が詰まっちゃうけど、でちょっと暗いので電気つけます、うん、である程度広がったらこれも C グラムっていうやつの、うわー、これはなんだ、またこれ英語で書いとるな、ベイクドグローセッティングパウダー、パウダーでファクサイゼーション、ベークドグローってやつ、はい、これをちょっとこのパフは使ってないんですけど、ね、これを蓋に取ってトン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 、このぐらい取ってファー、待ったで、粉ももう全部これ、これでチョンってつけて塗るときにちょっと手のね内側でね整えてからポンポンしてますね、取って、ここで手のね内側でうまいこと均一に広げてトントン、あまりこの辺でする人珍しいかもしれない、なんかこうしちゃう、はい、もうこれも適当、よしね、うん、でですよ、次は何、次、あ、そう、次はなんかチーク、これも C グラムのフラットオン、それはフロートと言います、これも英語で書かれている、これなんかこうなってます、ポンポン、これかポン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 、鼻にちょん、やるときとやらないときが、うん、あら、もう一個、あ、あった、うん、これはこれもさっきの同じタイプ、テラコッタ、さっきのはテラコッタ、あ、フラット
フロートオンか。色かなこれ、色。これテラコッタっていう色。茶色。うん。そのさっき置いたところのちょっと下にちょん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 ってして、なんかね、鼻にこう線を描く。トントンちょん。おでこにちょんちょんちょん。顎にちょんちょんちょん。顎？輪郭のところちょんちょんちょんってして。またこれでトントンする。トントン。で鼻のところ、ね、スースースーとこと。あんまり塗りすぎるともうガングロになっちゃうので、なんか加減が最初難しかったですけど、慣れるもんですね。でおでこ、これもねいい香り、シリーズで売ってますね。これでちょっとなんかこう立体的な感じになるのかな、ような気がします。のぺーっとした顔じゃなくて、はい、そう。んでシミシミがねうまく隠せんのですよね。でも頑張ってますよ。シミはねこれ、うん、なんだろう、これ韓国のやつな、カバーパーフェクションチップコンシーラー、こう、うん、はい、それをちょっとここでしごいて目のねところ、気になるところに置きます。んで、このブラシ好きなんですよ。これも、どこで買ったかな、これね。こう、シャキーンってなった感じの腕なんですけど、これで、ちょん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 ってしていく。と、馴染む。馴染むね。トントンしてますよね。大丈夫かな、あれが動画の時間が取れるかな。容量がねやっぱ動画とか撮り寄ったら容量が足りなすぎて、で、あ、さっきの、あのスポンジの余りポンポンしてた余りがこの端の方に溜まってるので、これをねすくってちょっとなじませて、でさっき塗ったコンシーラーのところをこうセッティングセットしている粉を塗って、落ちにくいようにする、崩れにくいようにかな。これちょっと小鼻もねくるくるやったりして、で全部余すとこなく使っていく、このさっき出したやつグリーンってグリーンってして気になるところ、はい、それんで、あとな、眉毛。眉毛は、なんかブラシも一緒についてきたんですよ。この筆と一緒に、ね。買ったらセットで。ちょっと整えて、眉毛はね、私濃いんですよね。あんまりつけなくていいので、描いてません。描いてないで、この、
眉マスカラ、ケイトの 3D アイブロウカラーっていうやつ、これをね、眉マスカラですね、マスカラをつけてるだけ。これもシャカシャカ、ちょっとこの辺でシャカシャカやってしごいてからふわっと。でもこれね、つけすぎるとねやばいんですよ。なんかそこだけ見ちゃって眉毛って感じになっちゃうので、さっきのブラシでちょっといい感じになっとんかしわからんけど、それでねぼかしていく。はい、ぼかしていきます。そしてあとはあ、これ蓋閉めるの忘れとった。あら、どこ行った？あ、これ終わったら蓋閉めましょうね。終わったら蓋閉めます。あとはこのまたね、これアイブロウ用なのかはよくわかんないですけど、なんか平筆を使ってアイブロウしてます。で、前はですね、あら、どこ行った？あ、前はこのね、セザンヌのね、セザンヌのベージュトーンアイシャドウ02番を使ってたんですけど、このやっぱりね、アイホールな、何時かな、ここら辺に塗るやつがばっかり減ってですね、あ、でも今日これ使おうかな。で、なのでなかなかうまいこと使い切らんで100均にね、こういうのがあったんですよ。100均ですよ、これ。コウアイシャドウパレット02ドライブーケ、ピンクの、いっぱいピンクが、これを最近使ってます。これの一番端っこよく使うかな。一番端っこの色をアイホール全体に塗って、これがベースっていうのかな、ベースで、反対側も塗って、でいつもやってるけど、ちょっと前のやつ、これ色好きなんですよね、セザンヌの。セザンヌのこっち側、これをちょっとこの辺に入れていこう。うん、ちょっと色がつく感じ。こっちも、うん、こんな感じで。で、その隣の一番濃い色、一番濃い色を、目の際、目の際に入れていく。で、目の際と目の下、目尻から黒目ぐらいまで、真ん中、3分の1ぐらいかな、3分の1ぐらい、うんで、目が目の下の目頭側はもうなくなりつつある、これで端っこ取って余った部分に置いてます。ちょっとくの字になる感じかな。 目頭キュッキュッてね、キュッキュッ
はい、で全体のこうバランスを見て、まあいいかなと思ったら終わります。んで次はなんだっけ、あ、マスカラするときとしないときがあるけど、休みの日お出かけするときかな、仕事のときはマスカラはあんましないから、セザンヌの耐久カールマスカラブラウン02番、これを使ってます。うん、こんな感じになってて、まあいいのか悪いのか分かんないけど、まあいいんでしょうね。こうやって私、ま、眉毛がねなんか結構長い方なのでカーラーは使ってないし、もうこれだけでこれをギュッてしたらね、なんとなく上向く、根元からキュッてキュッてする、キュッて、そう、下はあんまつけないかな、下つけるときもあるけどあんまつけないかな。はい、こんな感じです。で、頬紅につけたんですけど、コンシーラーを塗った後はまたね土系色になっちゃうので、最後にチフレのパウダーチークオレンジ系というやつを、なんか汚いね、使い古して汚いんですけど、なかなか減らないですね、チークね。この筆もいいんですけど、なんか大きい筆でふわっとつけることが多いですね。取って目のし、あそこの何コンシーラー塗ったところらへんと、ああ蓋閉じちゃったあ、やばいやばい、時間がない、もうすぐ取れなくなった。で、なんか鼻のね、この上の辺もちょっと日焼けフードつけたりします。でふわっとのせたら完成伝わったかな、完成です。あ、完成じゃないわ口紅つけてないから口紅はね、これね、これいいんですよ、ノールックリップ02番キュンなピンク、これどこだよ、フジコのねキュンなピンクですよ。これはね、鏡いなくても適当にこうつけるだけでなんかね様になるというか、技術を要さない、可愛く仕上がります。これ塗り直しするときもこれ1本ですね、バッグに忍ばせています。以上です、バイバイイエイそうそう、まあ、忘れとった、これね、最後にね、またこれキープミストをねシュッとねしますよ。うわ、いい香り、あ、はい、これで本当に以上です、バイバーイ、イエイ。